ゆめちょ YouTube チャンネル。本日のおすすめはビオラのエッグタルトです。別名天使のおやつとも呼ばれ、花が大きくフリルもキュートなビオラで、山頂でも大変人気の品種です。エッグタルトはよく咲き、生育旺盛に育つようにと品種改良されており、株もキュッとまとまるためお手入れも簡単ですよ。一株で植えても十分可愛いですし、いろんなお花と一緒に寄せ植えするのも華やかになっておすすめです。ビオラを美しく育てるには11月中に植え付けるのが最大のポイントとなります。寒くなる前に植え付けることでしっかりと根を張り、春にはしっかりとした株に成長します。ぜひ11月中に植え付けましょう。ビオラは寒さに強く、霜に当たっても問題ありませんので、屋外で鉢植え、地植えでもどちらでも問題ありません。水やりは土の表面が乾いたらたっぷりと与えてください。冬の間は肥料は必要ありませんが、3月以降気温が上がってきたら与えてください。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。